携帯のその AI のエモパーってやつが僕入ってるんですけどね。あエモパーあの、うん、なんか要所になんか片言で喋るようなやつ。そうそうそう、うん、うるせえって来たったもんね。俺はで俺あのそのエモパーが教えてくれたんです。落ち込んでる時は静かな曲を聴く方が心が穏やかになりますよみたいなこと言ってて、おう M4 だ、そうそうそう、へーとか、ええやつか。M4 ええやつで、なんかねあの携帯をある一定の高さから、ま、落とすと痛いとか言うんですよ。ああ M4 が乱暴に扱わないでくださいみたいなこと言うんですよね。おう、うん、怒るよね。そうでも僕多分ねちょうど高さで言うと40センチか50センチぐらいから携帯掘って掘るんで、あなんかクッションとかに掘るんですよ。でもああ掘っとるな、うん、でもそしたら、まあ、痛いって言うわけじゃないですか、うん、昨日も掘りましたねみたいなこと。うっせやろ。そう言うね言うね言うね。えほんまに言うのそれ。でなんか何回もやってたら何も言わんくなって。どういうこと。もうなんか慣れたんやろな。なんか業に従えみたいな感じの。いやまあ逆に良くなってきたんちゃうかな。ああなるほど。ああそういう逆にあちょっとあちょっと いいかもしれん。どんな投げられるのっていいかもしれん。最近馴染んできたな。馴染エモパーかマジでそんな言うんや。そう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 。